イヤリングかわいい、ありがとう、イヤリングちゃん、イヤリングちゃん、ウィバースようやく全員集合しましたね。そう、しかも今日からスタッフさんの検閲なしで投稿できます。そう、なので前よりかはちょっとだけ更新頻度は上がるかも。でもまだ慣れてなくて、そう、さっき一人自分でやってみたんだけど、ちょっと合ってるのかなって感じで。そう、だから皆さん、もし登録してくださっているならぜひよろしくお願いします。そう、今まではスタッフさんに送って、それをスタッフさんが投稿してたけど、これからは自分でできる。でもなんかショールームしますとかも、なんか今まで長野ボーゴとかで言ってたけど、ウィバースも言いたいと思ったけど、ウィバースとショールームさんは、まあ、結構なんか仲間じゃないっぽい、なんか仲間じゃない、なんか仲間じゃないっぽくて、うん、あんまり良くないのかなって思ってます。うん、今日の服プレゼント、なんで？これ自分で買いました、この服。自分で、あ、可愛いなって思って買いました、この服。そう、あんまここ出てる服好きじゃないんですけど、なんかこの形は結構好きで、なんか良くないですか？なんかすっきり、すっきりって感じ。その服の形かわいい。え、だよね、これかわいい。なんか腕のところもいい感じだし。でも結構2年ぐらい前に買ったけど全然着てなくて、うん、今更着てます。パフスリーブっていうのか、これパフスリーブっていうの、ちょっとあんまりわかんないんですけど、そういうのパフスリーブ。でも今日もパフスリーブの服買いました。欲しい服がありすぎて、最近もう服めっちゃ買ってる。でも秋服だから、夏服はもう売ってないじゃないですか、お洋服屋さんで。だから秋服、だから秋服をめっちゃ、もう紙袋がめっちゃもうずらーって並んでて、部屋にそれに秋服が入ってて、まだ着てないから、うん、今年は暑いから秋1週間くらいしかないかもね、だって。やだ、秋は短いからどんどん着ないと、だって。やだ、また暑くなるらしいよ、だって。マジで怖い、よくわかんない季節のこと。気まぐれ、うん。
この服人気いいよね。これみんなもどうぞお揃いで。あ、でも2年前の服だから売ってないか。残念。その服カスタネっぽい。ネットで買ったの？だってなんでそんな興味津々なの？これはね、なんかフレディ・マーキュリーみたいなさ、お洋服屋さんあるじゃん、そこで買いました。めちゃ人気やんこの服。なんかフレディ・マーキュリーみたいなところのお洋服。はってきた。いや本当にフレディ・マーキュリーみたいな、フレ、いや違うな。なんだっけ、まあ、みんな興味ないでしょそんな。みんな気使って言ってくれてんでしょ、どこのとか。ありがとう。フレディ・グロスターみたいなとこ。みんなありがとう。これはフレディ・グロスターみたいなところの服です。気使ってどこのとかって、かわいいねとかって言ってくれてありがとうございます。しま模様好き？だって。いや好きかも。チェックとか好き。もうチェック柄も好き、しま模様も好き。なんか好きですね。イヤリングも可愛いですね。ピアス可愛いね。ありがとう。なんか私が今何に話そうって考えて、なんか適当に歌歌ってる時に会話を弾ませてくれようって思って、もう目に見えた何かを褒めようってみんなが思ってくれて、ピアス可愛いねとか、今イヤリングだけどイヤリング可愛いねとかって言って褒めて、なんかすごい話題とか作ってくれて本当にありがとう。本当にありがとう。今回のお話し会の申し込みで10月14、15が最終らしいだって。え？
みんな待ってるね。握手会、私のこの手に触れる機会はマジで貴重なんで、結構みんな、まあ手袋越しだけど、ビニール手袋越しだけど、私のことに触れられる機会なんてなかなかないから、ぜひ待ってます。まあ手袋、ビニール手袋ありますけど、気持ちは素手です。気持ちは素手です。電車乗ってるから笑わせないで。待ってます。夕ご飯はまだ食べてないです。まだこれから。やっぱりお話し会で面内については触れない方が良いですか。だってまあそうですね、うん、ちょっとね、まあ、うん、そうだね、なんで？なんで触れちゃいけないの？逆になんで？なんでダメなの？何の気まずさある？え、触れていいでしょ？え、触れて？全然、え、全然触れていいんですけど。なんかあった？逆に。気になる。なんかあったっけ？面ないんで。なんだろう。じゃあ今日飲んだアイスラテの値段当ててみてください。今日飲んだアイスラテの値段、正解は910円です。今日飲んだアイスラテは910円でした。ね、やばいですよね。その時は何も思わなかったんですけど、今こうやってなんか生きててふと思い出して、え、高かったなって、そうちょっと思い出しちゃった。
牛丼2杯いけるんじゃ。だって確かに、しかも苦かった。苦いの苦手です。いつもカフェラテには、コンビニでカフェラテ作るときはガムシロップ入れてます。そう、ガムシロついてこなかったんですよ。ブラックコーヒーはマジ飲もうって思ったことがない。本当にブラックコーヒー飲もうって思ったことがない。ゴーヤ大好き、ゴーヤめっちゃ大好き。お代理はノルマ分の際も書いた、書いた、全部書いた。最近のゴーヤ苦くないんですよ。昔はすっごいゴーヤって苦かったけど、最近のゴーヤは苦くない。わかんない、お母さんの料理がうまいのか、もうそれが原因かもしれないけど、最近のゴーヤは苦くない。いや甘くはないよ、甘くはないけど、そんな苦くない。めっちゃ美味しい。ゴヤ、エリ、ゴヤチャンプルめっちゃ好きなんですよね。星がないんですけど、これどうやってやるのってきた。星はね、もうなくなっちゃいました、これ。星はもうありません。あの頃の星はもうありません。そうです、もうありません。でも君と僕なら見えるよ。だって、え、見えない。なんかキラキラってやつは見えるけど、星はね、ないね、見えません。最近集めてるもの教えて。最近集めてるもの、ない。レシート、レシートですね。
レシート集めてます。秋服買ってます。めちゃくちゃもっと欲しい秋服マジで。最近服見るのがね、なんかさ服欲しくない、なんかあんまり好きじゃないなみたいな服の時と、あなんか今季すごい可愛い欲しいって思う時があって、なんかいい服ないなって時といい服あしかないって時があって、今はいい服しかないみたいな時だから、めっちゃお洋服屋さん行ったら買ってしまう。服の好みは変わる方だって。まず、好み、まあ、いい、分かんない、好みとかあんまない、なんかあるけど分かんない、服の好みよく分かんないな。俺もよく服着るだって。服は着るやろ。服着てなかったらやばいよ。タミヤのシャツ持ってるんかい？持ってるよ。めっちゃ持ってる。新品、まだ袋から出してないのもあるし、超持ってるよ。うん、今ファミマの T シャツが500円ぐらいで売ってるらしい。え、今日ファミマの T シャツ買うか迷った。ファミマの靴下と一緒にファミマの T シャツも買うか迷った。今 AKB で配信してんの私だけ？独占じゃんだって。イエーイ。今一人だけです。公園と波動、ああなるほどね。みんないろいろあるんだ。てか私また波動出るかも。また波動出るかも。
匂わせですか、だって。いや、わかんない。波動は得意分野じゃない、なんか全然。歌って踊りたいですね。初心者でも簡単にできる？だって。いや、簡単にはできないんじゃないかな。難しいですよ、波動は。関節痛が痛い。え、大事に。では今日の配信はこれで終わろうかな。ちょっとあくびが止まらなくなってきたので、みんな見てくれてありがとうございました。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位タニタニ、12位タンちゃん、11位サボ、10位グアパートだし、9位スミグルイ、8位筋肉愛好家、7位 YSA73、 6位ユユユユ、5位キウイちゃん、4位ミサキチ、3位クロワ、2位ミヤちゃん、そして1位はマーアットおだし。ありがとう。ということで今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。